火で唇を神聖にするイザヤイザヤの活躍した時代、イザヤは旧約聖書に登場する預言者、ユダヤ人。日本語ではラテン語系アイゼウスなどからギリシャ語の主格語尾に由来する S を除いたイザヤで呼ばれる。英語ではアイザヤ。聖教会でイサヤと呼ばれ、聖人とされる。ユダ王国後期の人、ウジヤ王からヒゼキヤ王の頃活動した。また、 歴代史によれば、イザヤはウジヤの業績の書を書き記したと書かれている。イザヤ書によればイザヤは結婚していて、その妻は女預言者と呼ばれていた。息子が二人おり、それぞれに神の啓示により象徴的な名を付けた。イザヤはユダの不正を求断し、バビロンへの流刑を警告した。しかし、イザヤ書きはバビロンはキュロスの手に落ち、シオンは回復すると予告し、 メシアに関する予言を告げ、将来への希望を伝えた。ありがとうございます。